ずっと中国のことは興味持ってて、ですね、すごくこう、おもてなしを受けて、バイチーをこう、ひたすらこう、飲んだりとか、本当にあったかい人たちなんだなっていうのはすごく感じてます。僕、小学校5年生ぐらいの時に、その式にすごく興味を持って、なんかもうずっと意味わかんないなりに漢字の本をずっと読んでたんですよ。ずっと中国のことは興味持ってて、やっぱり春海ってこの大阪美術館に来てから、ものすごいこうたくさんの中国人の研修生の子が来てたので、彼らとこう交流しながら中国語を勉強したんですね。それが文化に興味を持った一番のきっかけです。日本の盆栽っていうのはすごくこうちっちゃく三角形にまとまってるっていうふうによく言われるんです。盆栽を見たときにこう頭がこう丸くこう三角形になってるのが多い。でも中国の盆栽っていうのはどっちかっていうとそうですね、こう幹のこう動きがよく見えて、こう木全体にこう動きのある作品っていうのが多いような感じがします。特にサイズですね。盆栽、日本のものっていうのは基本的にはこう室内に飾ってこう楽しんだりすることが多くて、それはどうしても大きさ、大きくても1メートル以内というのが多いんですけども、中国なんかものすごいこう大きい。で、それなんでかなって思ったら、木を見たときに、こういう大型の木から木を庭の外に置いて、その木が成長していくエナジーとか、気力を、気をもらうっていう、そういう側面の方が、中国の人は強いんじゃないかなっていうふうに思うんですね。春花園自体が江戸川の中国っていうふうに言ってもいいぐらいの場所でして、ものすごいやっぱり中国人のお客様が多いですし、あとはやっぱり研修生の方もすごく多いので、そういったことでこう交流しながらいろんなことを勉強してますね。大学の頃に初めて雲南省に行ったぐらいで、皆さんが言うように最初の第一印象っていうのは声がバーンとでかくて、で、いろんなことをすごくこう、こっちが対応できない時にすごく話してきたり、付き合っていくうちにこう、ものすごく友達になった時に、お互いのことをこう、ものすごくこう、世話し合うっていうか、こう、人間として本当にあったかい人たちなんだなっていうのはすごく感じてます。うちの小林親方ですね、すごくこうおもてなしを受けて、バイチーをこうひたすらこう飲んだりとか、なんで酔いつぶれたっていうのはいい思い出ですね。今TikTok 動員っていうやつと、あと Weibo なんかでどんどん盆栽のことを宣伝して、小林先生の動画だったりとか、盆栽がこう綺麗に見えれる動画っていうのをどんどん整備している状態です。妻、孫秀蓮、日本でずっと和歌っていう雑誌を、日中のこう交流をこう図ってるんですね、はい。で、彼女との結婚式をこの春花園盆栽美術館で挙げて、で、今後はやっぱりその結婚するとかっていうところも、どんどんこう中国の人たちに来ていただいて、ここでもう結婚できるんだよってことを知ってもいただいたりとか。